私はムスカ大佐だ。オープンカフェ、カレー缶試してみます。ほう、洗濯機3分間待ってやる。玄米ブレンドなので茶色いです。ほう、こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかった。タイカレーのいい香りがします。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかった。ホテルのタイカレーって感じで美味しいです。ほう、具も芋系が多く入ってます。ほう、お昼はこれくらいで。どこへ行こうというのかね。晩ご飯の買い出しに来ました。ほう、ポテチ屋。素晴らしい、最高のショーだと思わんかね。肉か魚かどうしよう。バカどもにはちょうどいい目くらましだ。ホルモンにしました。なんだこれは。戦利品はこんな感じ。ほう、鮮度的にまずは魚食べよう。そうよ、私は帰ってきた。刺身定食と洗濯。おっこいロペラペラソース。まずはシルバニアファミリー、ゆず大根作りました。ほう、わさび漬け放題。ほう、ほう、光の速さでライス国務長官。ほう、この時期の缶詰最高に美味しいです。ほう、ローリングライス。見たまえこの巨大な飛行石を。家だからこその超厚切り。ポン酢モイスチャーミルク。見たまえこの巨大な飛行石を。ごちそうさまでした。デザートに汁なし担々麺食べに行きました。ご視聴ありがとうございました。ほう、